明日の心の天気は何？出かける予定もないのに、明日の天気が気になります。晴れなら気分がいいかもしれません。雨なら心が沈んでしまうかもしれません。天気によって私の感情が左右されます。もし心に天気があって、心の天気を自分の思いのままの天気にできたらと思います。心の天気で最も人気のあるのは、幸せです。幸せは、喜び、満足、幸福感などのポジティブな感情に関連する感情です。幸福は、健康、人間関係、仕事など、様々な要因の影響を受けることが分かっています。幸せ以外にも、人気のある心の天気には次のようなものがあるかと思います。例えば、深い愛情や思いやりの感情の愛です。他に、大きな喜びや満足の感情の喜びです。平和と静けさの感情の平和もあるでしょう。リラックスしてストレスを感じていない状態のリラックスもあるかと思います。朝起きた時に、朝日を見て何か良いことに対する感謝の気持ちになる感謝もあるでしょう。このように心の天気が重要である理由はたくさんあります。幸福は免疫システムを強化し、心臓病のリスクを軽減し、痛みを和らげるなど、身体的健康に多くの利点をもたらすことが示されています。また、精神的健康にもプラスの影響を与え、うつ病や不安の症状を軽減し、幸福感を高めることができます。さらに、幸福は仕事での生産性、人間関係の質、創造性など、私たちの人生における様々な分野を向上させる可能性があります。もちろん、誰もが常に幸せであるとは限りません。誰もが人生の浮き沈みを経験します。しかし、困難な時期に直面していても、幸福を促進するためにできることがたくさんあります。例えば、エクササイズ、愛する人と過ごす時間、感謝の気持ちを実践することはすべて、幸福を向上させるのに役立ちます。心の天気が気になる場合は、できることがいくつかあります。まず、自分の心の天気に何が影響を与えているかを特定してみてください。ストレス、圧倒感、不安を感じている場合は、ストレスを軽減する方法を見つけることが役立ちます。また、愛する人と過ごしたり、自然の中で過ごしたり、感謝の気持ちを実践したりして、ポジティブな感情を育むことに集中することもできます。ただ、天気のことですから自分で解決できないこともあるかと思います。家族を亡くした天気の悲しいは、明日になったら幸せになるわけではありません。心の天気は、私たちの全体的な幸福に大きな影響を与える可能性があります。自分の心の天気に注意し、それを向上させるためにできることを行うことは重要です。個人の幸せの天気は、社会の幸せにリンクしている天気です。